勝チーム大会なんだね。確かに一先なら本当にあのプロデューサー優勝っていうありますこともありますね。持って帰ってください。その時はさすがにこれあれだよね。抽選ですか。抽選、私が優勝したらみんながもらえるってことで、ちょ応援してほしいな。さあ見ていきましょう、ステージはどうなるんでしょうか。どこが出るのかな。意外とこのなんだリングのステージは出てないんですよ ね、 そうですね、今まで。リング出てないし、車のとこも出てないかな。あ、そうですね、今回、うん、ここも引きがいいな、なんか。はい、ここも。さあ、これは、まあ、フェーズ4側が天井を使えるので、そうですね、場所によっては有利と。さあ、避けてサイドアタック、中下の連携浮かせてバウンドから、から、あら、あ、これは強欲ですね。ブレイクホールドを読んでハイカウンター投げ狙ったんですね。そうですね、まあ、ただ結果的に1ゲージ、まあ、100% 無駄に入ってしまったという状況です、はい。さあまずはシュロジカ投げてための突進技、うん、下段からチュー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 。この技が結構シンプルで使いやすくていいなと思いましたね、はい、そうですね、前 PPP ですからね、はい、最後しかもためでダメージ増やせるんで、はい、かなり使いやすいです。さあこれは投げが目の前で使ってしまった、これは投げ確定でしょう、うん。さあ塩ロジカ2個が取って2発から中段で、中段キックで浮かしていく、今度はギャンブルいかずに打ってきましたね。そうですね。あ、お、新しい、前はあの蹴り蹴りが出て確定取られたんですが、あと一応 上にも行けたんですよ、天風って言って、はい、でももう真下にワープするっていうのも追加して、展開が変わりましたね、これで。どっちに出てくるか分からないんで、もうこれはかなりね、対策しないと難しいと思いますよ、うん。さあ押し切ったシオロジカ2個の勝利となります。さすがようやっとるなという感じですね、本当にこれ。